契約。契約。契約は、二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。別の言い方をすると、合意のうち法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用、売買、所有等々に関して行われるもの。司法上の契約とは、相対立する意思表示の合致によって成立する。 法律行為である。協議には、義務、債務の発生を目的とする、合意、債権契約、A コントラクト、フッツカントラーのみを指し、抗議には、義務の発生以外の権利の変動、物件変動または純物件変動を目的とする、合意、物件契約及び、純物件契約を含み、フッツ、コンベンション、さらには、婚姻や、養子縁組といった、 身分関係の設定や変更を目的とする行為、身分契約をも含む、異なる利益状況にある者が、相互の利益を図る目的で、一定の給付をする合意をした場合に、それを法的な強制力により保護するための制度である。契約は、協議には、債権契約のみを指し、抗議には、物件契約及び、 純物件契約を含むが、ドイツ民法やフランス民法が一般に抗議の意味の契約を指しているのに対し、日本民法の契約は一般には協議の意味で用いられている。債権契約とは一定の債権関係の発生を目的として、複数の当事者の合意によって成立する法律行為を意味する。日本法においても民法の契約に関する規定は、 物件契約、純物件契約に順用すべきとされる。なお、英米法の契約の概念については、大陸法における契約の概念と多少異なる特徴を有する。人間は集団社会を形成する生き物であり、歴史の中で人間関係においては合意は最も尊重されなければならないとする契約遵守の原則が確立されてきた。 契約の拘束力は、全近代の社会から認められてきたが、それは、身分的北場関係と密接に結びついたものであった。しかし、近代社会においては、人間は自由で平等な法的主体であり、その自由な意思に基づいてのみ、権利の取得と義務の負担が認められるべきであると、考えられるようになった。これを表現することして、イギリスの法制主義者であるメイン、メインの、 身分から契約へがある。法的には、資本主義経済の下での社会は、貨幣経済が高度に発達し、商品流通過程においては売買契約、資本生産過程においては雇用契約、労働契約の二つの契約が中核を成し、この他他人の所有する不動産を、生産手段として利用するための賃貸借契約、資本調達のための金銭消費貸借契約などが、 重要な機能を果たしている。近代以後、自由な意思に基づいて締結されている以上は、人と人との合意はいかなる内容であっても絶対的なものであるとの契約至上主義が見られるようになったが、一方で契約当事者が対等な地位でない場合については、不合理な内容の契約が締結されるといった点が問題化し、現代では著しく社会的妥当性。 合理性を支する契約は、公助領属違反あるいは、強行法規違反として拘束力が否定されたり、事情変更の原則などによって、是正を受けるに至っている。契約自由の原則とは、私的生活関係は自由で独立した、法的主体である個人によって形成されるべきであり、国家が干渉すべきではなく個人の意思を尊重させるべきであるという私的自治の原則から、 派生する原則を言う。この原則は、レッシェフェールの思想の法的な表れとして意味を持つとされる。なお、契約法の規定は、基本的には、契約自由の原則が妥当することから、原則的に強行法規ではなく、任意法規とされる。資本主義の発展とともに、社会的な格差が大きくなると、国家によって、契約自由の原則の修正が図られるようになった。 様式契約とは契約の成立に一定の方式を必要とする契約。不要式契約とは契約の成立に何らの方式をも必要としない契約を言う。財産行為における契約においては契約自由の原則。具体的には契約の方式の自由が強くだとするので、様式性が要求される契約は一定の場合に限定されることとなる。したがって、 ほとんどの財産行為の契約は不要式契約である。これに対し、身分行為においては、当事者の慎重な考慮とその意思の明確化、さらに第三者に対する公事などが必要とされるので、そのほとんどが要式契約である、婚姻や養子縁組などは届け出を要する典型的な要式契約である。日本民法は保証人の意思を慎重かつ明確なものにするという観点から、 保証契約につき、様式契約としている。保証契約については、平成16年民法改正により2項で、様式契約とされることになった。また、ドイツ法では、不動産物件変動の成立要件として、登記を要求している、ドイツ民法873条1項。フランス法では、贈与、抵当権設定、建築予定の不動産の売買等につき、交渉人による、 公所証書の作成を要する。一回的契約とは売買契約など一回の給付をもって終了する契約、継続的契約とは賃貸借など契約関係が継続する契約を言う。一回的契約の解除では契約の効力は訴求的に消滅するのに対し、継続的契約においては契約の効力は将来に向かってのみ消滅するという点で両者には違いがある。 このほか継続的契約の解除においては、信頼関係破壊による解除が認められる。信頼関係破壊の法理を参照。債務の成立において、その原因事実と結びついている契約で、原因事実が不存在、不成立の場合には、再建が無効となる契約を有因契約という。反対に原因事実が不存在、不成立の場合にも再建については無効とはならない。 契約を、うもと契約というが、日本の民法上の典型契約はすべて、有因契約である。ただし、契約自由の原則から、うもと契約を締結することは、可能とされる。複数の契約間に、主従関係が認められる場合であり、金銭消費対策契約を主たる契約とすると、その保証契約や、利息契約を重たる契約という。契約は、 当事者の申し込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。契約の成立には、客観的合致、申し込みと承諾の内容の客観的一致と主観的合致、当事者間での契約を成立させる意図が必要となる。契約は当事者間の申し込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、 売り手が買い手に対して、これを売りますというのに対して、買い手が、では、それを買いますといえば、両者の間で、売買契約が成立する。日本法においては、このように、意思表示だけで契約が成立する、学生主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式を踏まなければ、ならないという考え方ない指規範を様式主義という、例えば、 保証契約は契約書がなければ成立しない、など。日本の商法では、障子契約の成立について、民法の特則を置いている。変則的な契約の成立形態として、交差申し込みと意思実現がある。一方当事者の契約締結過程での過失によって、相手方の損害を被った時は、信頼利益の範囲で、損害賠償責任を負う。 契約締結上の過失という。契約が効力を生じるためには、その前提として契約が有効でなければならない。契約が有効とされるためには、1、確定可能性、内容がある、程度具体的に特定できること、2、実現可能性、契約締結時に実現可能な内容であること、3、適法性を要する。適法性から社会的妥当性を分けて4つを、 有効性の要件と分析される場合もある。契約は、控除良俗に反する場合、90条や強行法規に反する場合、91条無効となる。契約を構成する申し込みまたは、承諾が無効である場合、93条正し書きなども、その契約は無効であると表現される。同様に、契約を構成する申し込みまたは、承諾が取り消された場合、 96条1項などにも、その契約は取り消されたと表現される。意思表示の有効性と契約の有効性を区別する意味がないため、このような用語法の混乱が生じている。契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。 民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。契約は当事者間の法となると言われるゆえんである。契約により生じた債務を債務者が任意に履行しない、債務不履行時は、債権者は訴訟手続き、強制執行手続きを踏むことによって、債務者に対し、 強制的に債務の内容の実現を求めることができる強制履行、現実的履行の強制。また、債務不履行が発生した場合、債権者は契約の解除をしたり、債務者に対し損害賠償請求をすることができる。債務不履行の内容としては、約束の期限までに品物を届けなかった、履行地帯、品物を壊してしまって、債務を履行できなくなった。 履行不能、品物を引き渡した者の,の欠陥があった、不完全履行の三類形が挙げられる。日本民法には契約の効力という感が置かれているが、実際上、契約の効力の問題とされる事柄は詰まるところ、再建の効力の問題なのであって、再建相続の章において規定されている。そして、再建相続では包含しきれないような契約関係。 特に総務契約独自の規定を契約の効力の間においている。特に総務契約については契約の当事者間効力として対価的関係にある債権債務の権連関係について以下の3つの効力が関連付けられる。近代法においては本来契約によって権利義務を取得するのは契約当事者のみであり、それ以外のものには利益、 不利益をもたらすことはできないと考えられていた契約の相対性の原則と呼ばれる。しかし、取引関係の複雑化に伴って契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを訳する契約が締結されるようになり、このような契約は第三者のためにする契約と呼ばれる、詳細については第三者のためにする契約を参照。 第三者のためにする契約は、当事者の一方が、第三者に対して、給付を行うことを訳するものであり、それぞれ独自の主体的立場の異なる三人の、当事者の間で成立する三面契約とは異なる。また、第三者のためにする契約では、要約者に、権利義務が帰属した上で一部の権利のみが受益者に、帰属することになる点で、権利義務の一切が、 本人に直接帰属する代理とは異なる。遠隔的には、ローマ法は他人のための契約締結を許さなかったが、フランス民法がローマ法を受けて原則としてこのような契約の締結を認めなかった、例外的に事故の他人に対する贈与の条件としてのみかとするのに対し、ドイツ法やスイス法はこのような契約の締結を認める法制をとった。 契約の終了原因としては、単発的契約の場合には履行、弁済、期間の定めのある継続的契約の場合には、期間満了、更新が続いている場合には、更新拒絶、期間の定めのない継続的契約の場合には、解約申し入れがある。また、契約一般の終了原因として、解除や合意解除がある。なお、合意解除はそれ自体が独立した一つの契約であり、 解除権の講師とは異なる。契約は解除することによって終了することができるが、契約が解除される場合には大きく分けて二つある。一つは、当事者の片方が一方的に契約を解除する場合であり、通常、解除といえば、こちらを指す。この時、解除契約を一方的に解除する権限、解除権が法律の規定によって一定条件。 例えば、債務不履行などのもと発生するものを法定解除権と言い,い、契約などで定めた条件に従って発生するものを、薬状解除権という。上記の意味の解除については、工学上、訴求項を有するものを解除、有さないものを解約、告知と分類することがあるが、民法の法文上は共に解除である。もう一つの解除は、契約の当事者で話し合って、 契約をなかったことにする合意解除である。合意解除も契約をなかったことにする契約という一つの契約である。審議即上、契約関係に立った当事者は、契約の終了後によっても、権利義務関係は当然には終了せず相手方に不利益をこむらせることのないようにする義務を負う。これは契約のあまり後回と呼ばれており、ドイツ法に由来する概念である。 これを実定法化したものとして、日本法では、民法654条、委任の終了後の処分や商法16条、協業必死義務などがある。行政主体、国や地方公共団体がその典型例が、一方当事者として締結する契約のことを特に、行政契約、協議の行政契約という。また、行政主体同士で結ばれる契約も、行政契約の一つである。 行政主体が私人との間で結ぶ、行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設を借りたり、補助金の交付の際の贈与契約や、公共事業の請負い、以上、準備行政型、水道の給水、以上、給付行政型、公害防止協定等の協定を結ぶ場合、規制行政型、国有財産の地方公共団体への売り払い、行政主体間型が挙げられる。 従来、行政が結ぶ契約を、司法上の契約と、公法上の契約に順別してきたが、現在は、行政主体を契約の当事者とする契約をまとめて、行政契約、行政上の契約とする。行政契約も、契約の一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。例えば、 本来ならどのような契約を結んでも良いのが原則で、あるが、契約自由の原則、法律の優位を全面的に受け、行政主体に権力的権限を与えるような契約は制限される。さもなければ、権力的な行政作用は法律に基づいて行われなければならないとする、法律による行政の原理が骨抜きにされかねないからで、ある。さらに、 合理的理由のない差別的な取り扱いについても禁じられると考えられている平等原則の適用。また、本来ならば契約を結ぶか否かも自由なはずであるが、水道などの給付契約においては契約を締結する義務が課されている場合もある。規制行政は行政行為の形式が原則であるが、例外的に契約方式が認められる。公害防止協定の内容について、 法律の定めより厳しい規制を行うとともに、立ち入り検査権などを定めている例があるが、刑罰を課すことや、強制調査までは認められないとするのが判例である。行政主体間の契約については、国有財産の地方公共団体への売り払いは、純然たる民法上の契約であるが、事務の委託は、権限の委任であるため、法律上の根拠が必要である。 行政契約は、住民監査請求、地方自治法242条、住民訴訟、同242条の2の対象となる。ドイツ法では、行政契約は書面によらなければならないとされており、これに反する契約は無効である。契約は、一般競争入札を原則とし、指名競争入札。 つい契約またはセリウリは、政令で定める場合に該当するときに限る234条2項。顧問老においては、契約、コントラクトが成立するためには、夏印象書、ディードという厳格な書面によって作成されているか、内容の約束がコンシダレーション、コンシダレーション法理により支えられている必要がある。コンシダレーションとは、契約の一方当事者が、 その約束と交換に、相手方当事者から受け取る利益もしくは、不利益のことで、道徳や正義ともイギリス人の観光とも、無関係である。英米法においては、契約、コントラクトとは2名以上の当事者間で結ばれた、法律状況勢力のある合意を意味する。契約の成立要件は申し込み、オファー、承諾、アグリーメント、役元、コンシダレーション。 契約能力、キャパシティ、合法性、レジェタメッシーの五つであり、原則として役、元を必要とするのが、大陸法諸国との大きな相違点である。さらに、一定の契約は、詐欺防止法の規定に従い書面により、作成されなければならない。役元、コンシダレーションは、当事者間の交換取引の存在を裏付けるものを、意味し英米法上の契約の最大の特色とされる。 英米法上の契約は役元すなわち交換取引の存在、コンシダレーションを前提としており、例えば変務的で交換取引が存在しない日本法における贈与契約は英米法上の厳格な契約、リードには当てはまらない。そのためエクイティによる救済手段は得られない、エクイティ上の法律効果は有効でないとされている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。